ってなかったと。だから私と弟がいることがもうすでに奇跡だから、あのその孫の顔を見たいと思ったことはないと言われて、だからそんなことでなんか後悔とかしなくていいからって言ってくれて、改めまして今日のツアーを担当しますミカです。よろしくお願いします。実はミカさん、海だけでなく陸上のツアーガイドとしても活動しています。この日は常連さんを連れて自然保護区へ。ここで常連さんに見せたかったのが、この島でしか生息しないターシャと呼ばれる世界一小さなメガネザル。大きさは手のひらほどしかありません。多分移動しちゃったんだと思います。すっごい。この島で暮らすうちにいつしか海だけにとどまらず山や森にも魅了されていったというミカさん。いただきます。日本から来て初めて自分が感じたこの島の魅力、その時の感動を多くの人に伝えたい。ボホールのことを知ってほしい具合はもう半端ないです。この自然っていう部分では日本ではやっぱり味わえないものが一つで、実際一緒に楽しんで見てもらって、そこにこう一緒に入れるだけで何かこう感じるものがある方は感じてもらえるし、ボホール島の美しい海と山、そして優しい人々、その魅力を多くの人たちと共有したいという思いから、ミカさんは37歳にして新たなチャレンジをすることを決意しました。休日も返上してその準備を進めています。ハロやってきたのはフィリピン観光省のオフィス。最近足しげく通っているそうですが、実は来年春ごろにちょっと独立を考えてまして、でその際にボホールのこの町と今まで知られている観光地じゃないところのツアーをおすすめしたいので、ここに来るとやっぱり情報がまとまっているので、何がお客さんに本当に喜んでもらえるのか、今は多くの情報を集め模索しています。その日の夜。はい、行きますね。これ今からどっか行かれるんですか？今からちょっと夜にしかできない視察に行こうと思います。はい、もう私自身もちょっと初めての場所というかなので。独立に向けて知られざる観光スポットの視察へ。ファミリー客が楽しめるかどうか、蓮生くんの反応を見て確かめようというのです。どこだ？東南アジアで年間約2万人を無償で治療するジャパンハート。現地に医療センターを作り医療スタッフを育てるジャパンハート。病気と戦う子どもたちの心をケアする、それがジャパンハート。日本の心で命を救う、日本の国際医療 NGO ジャパンハート。 AC ジャパンはこの活動を支援しています。急いで行ったらもう倒れてて、でお父さん、そのカードは持ってたの？あ、そう、お父さん持ってたの。そこに丸がついてたんですね。